はい、じゃあよろしくお願いします。今回は数三の関数の極限丸一をお送りします。で、ここからですね、関数の極限やっていきます。で、今回6問ありますので、一回ね、動画止めていただいてチャレンジしてみてください。で、やってもらった後にちょっとね、分かんなかったりとか、ひとまず関数の極限ってなんだって思う方はね、今から自分が解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。では早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、昨日ですね、一回投稿したんですよ、この動画。で、問題のミスがあってね、ご指摘いただいた方ありがとうございました。で、それをね、取り直して再投稿となっております。で、今まで極限、数列やってきました。で、極限っていうのは、その数列と、まあ、関数っていう二本柱で成り立ってるんですけど、そのうちの片方ね、関数。で、こっから結構動画、いっぱい撮っていくんですが、まず、数列のところと明らかに違うのが、リミットの下の部分。まあ文字が X っていうところもありますけど、無限大じゃないんですよね、これ。まあ無限でも出てくるんですけど、この後。まず、X を2に近づけるんです。今まで数列っていうのは N を無限大、だからどん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 増やした時どうなるのっていう話だったんですけど、今は関数なので、その関数、これ二次関数だよね。関数がこうあった時に、その X イコール2っていうところに近づけていったらどうなっていくのっていう、まあどこに収束するのっていう問題をやっていきます。ただ、これの解き方っていうのはすごくシンプルで、もう、X に2を近づけるんだよね。2に近づけていくと。厳密に言えば、X イコール2ではないんだけど、もう2に代入していいんです、これ。ここに。だから、普通に代入して、2の2乗で4でしょ？で、ここ入れると、マイナス6、プラス1、計算すると、マイナス1。はい、終了っていうね。一応上がりみたいな。もう、これだけです。だから、すごくシンプル。で、こっちの問題もそうですね。ややこしい感じになってますけど、まあ、入れちゃおうと。X2 をね。そうすると、4、マイナス2、プラス1、分の、2、プラス1となるので、下が3か。3分の3だから1か。となって、これで OK と。で、こういうタイプの問題ももちろん出てくるんですけど、まずここの勉強でよく出てくるのはこっちですね。このパターン。まあ、こっちもそうですけど。この二つ、同じく分数じゃないですか。でも何が違うって、実は、これ入れるとね、x イコールマイナス1を代入すると、分母が0になるんですよ。こいつも、こいつも、こいつもなる。まあ、これもね、0分の1でなりますけど。これがほとんどですね、大体出てくるのは、こっちはならないんですよ。だから普通に代入したら OK なんですけど。で、その分母が0になっちゃうときどうするかっていうと、入れちゃったら0になっちゃうじゃん。全部0分のになるからね。で、そうやらずに、まず、できるものを因数分解してください。で、これは、分母はいじれないんですけど、分子が因数分解できると。そうすると、x マイナス2と、x プラス1ですよね。こうなると。そうすると、ここが、同じものが出てきて、約分できるんですよ。消えると。だから、ちょっと書き直すと、リミット x をマイナス1に近づけるときの、まあ、約分されて残ったのが x マイナス2なんですよね。まず、ここの変形を一回挟みます。必ず。そうすれば、x のとこにマイナス1代入すると、マイナス1引く2となるので、マイナス3と。これで正解になります。必ず因数分解を入れて、綺麗に整えた後に x に値を入れるという流れでやってください。だからこいつもそうですね。まずこれ分母からいこうか。これ分母がいけるいけるよね。x プラス3と x マイナス1か。で、上は、まあ、たすきがけちょっと使って、2x と x。待ってね。プラス3とマイナス1か。プラス3とマイナス1。ミスりたくないね。前みたいに。ちょっと待って。合ってね。オッケーオッケー。で、こうなると、x マイナス1が、こう消えるので、x を1に近づけるところの、x プラス3分の 2x プラス3と、こう変わります。で、これで入れてしまえば、分母も0にならないのでね。下が4分の、上が5か。これで OK ですね。こんな感じで。じゃあ行きましょう。次も同じですね。下の部分は、あ、これ公式か。
これで OK で、あ、これも3乗だから OK だね。x-1、まあ、これ公式なんで、そのまま書いちゃいましょう。よいしょ、こうなる。で、ここがこう消えますね。だから、リミット、x を1に近づけるところの、x プラス1分の、x2 乗プラス x プラス1と、こうなる。で、1を代入すれば、分母は2分の、3か。となって、まぁ、こんな感じでね、やっていってください。で、ラストですね。まぁ、このタイプもよく出てきますけど、まぁ、これも分母が0になっちゃうんです。まぁ、突っ込んじゃうと0になっちゃう。だから、このまま攻めません。で、どうやるかっていうと、まず、括弧の中、通分しちゃいましょう。そうすると、1は、x-2 分の x-2 ですよね。これ消しちゃおうか。入ってる。なので、ここをまとめると、x-2 分の2足す x-2 なんで、2-2 で消えるからね。x しか残んないと。で、こいつと、こいつを、まあ、掛け算で繋がってるんでね、ここがこう約分できる。つまり、まあ、ごちゃごちゃなってましたけど、0に近づけるところの x-2 分の1しか残んないんだよね。通分して整理すると。で、0突っ込めば、まあ、0-2で、-2/1と。こんな感じでやることができます。なので、まずね、最初の段階は、まあ、普通に突っ込めるんだったら突っ込んじゃってください。代入しちゃって OK なので、やってしまって、ただ、分母がね、0になってしまう。こういうパターンが出てきたら必ず因数分解とか、まあ、これは通分しましたけど、そういう変形を挟んで、その後に、整えた後に X に代入するといった流れ、ぜひね、解いてみてください。では、今回はね、この6問やらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。